にちは、筋肉量研究家レオカです。それでは材料のご紹介です。ささみ筋なし2本約 160g、 レタス1/2個約 230g、 しめじ1/2株約 90g、 ささみの下味用として料理酒小さじ2と塩コショウ少々、さらにトッピングの糸唐辛子適量、合わせ調味料は醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、ごま油小さじ1、おろしにんにく小さじ1/2、おろし生姜小さじ1/2となっています。なお調味料はレタスやしめじの量お好みに合わせて調節してください。また風味付けのごま油、おろしにんにく、おろし生姜もお好みで増減していただいて OK です。それでは早速調理開始。まずはささみの下ごしらえ。耐熱容器に入れて両面にフォークで穴を開けましょう。穴を開けることで調味料が絡みやすくなるのはもちろん、レンジ加熱時の破裂を防止することもできます。ちなみに耐熱容器は動画のような平らなものだと熱が均等に行き渡りやすくなります。穴を開けたささみに料理酒小さじ2、塩コショウ少々を加えて下味をつけましょう。ふんわりとラップをしたらレンジで 2-3 分加熱して粗熱を取っておきます。ささみを加熱している間に野菜の下ごしらえ。まずはレタスを食べやすい大きさにちぎりましょう。手でちぎることで断面に凹凸ができて調味料が絡みやすくなります。また金属の包丁で切るとレタス内のポリフェノールが酸化して変色してしまいますが、手でちぎればそれも防ぐことができます。ただしレンジで加熱すると水分が抜けて縮むので、食感を残すためにもやや大きめにちぎっておきましょう。というわけでレタスの下ごしらえは完了です。続いてはしめじの下ごしらえ。こちらも手でほぐしていきましょう。中央から剥がして引き抜くようにすると綺麗にほぐすことができますよ。根元に残ってしまった石突きも指で払ってしまえば OK。 包丁で根元を切り落とすよりも少し時間がかかってしまいますが、この方が食べる部分を多く残せてお得です。というわけでしめじの下ごしらえは完了です。耐熱ボウルにレタス、しめじを入れてふんわりとラップをし、ささみと入れ替えるようにしてレンジで 3-4 分加熱しましょう。野菜をレンジで加熱している間に醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、ごま油小さじ1、おろしにんにく小さじ1/2、おろし生姜小さじ1/2を混ぜて合わせ調味料を作ります。というわけで合わせ調味料の完成です。粗熱が取れたささみをフォークで食べやすい大きさにほぐしましょう。ちなみに穴を開けた時に使ったフォークには細菌が付着している可能性があります。そのためほぐす時には別のものを使うか、同じものを使う場合は洗剤で洗ってから使用するようにしましょう。またこの時ささみの中を見てみて赤い部分が残っている時は30秒ずつ追加して加熱し、中まで火を通してください。というわけでこれで全ての下ごしらえが完了です。加熱が終わった野菜をレンジから取り出したらささみを加え、さらに合わせ調味料を回し入れてしっかりと和えましょう。なおボウルにはレタスやしめじから出た水分が残ります。水分には栄養はもちろん旨味もたっぷり溶け出しているので、具材と一緒にお皿に盛り付けてしまいましょう。お皿に盛り付けたら仕上げに糸唐辛子をのせて完成です。いただきます。ふっくらジューシーなささみにレタスのとろしゃき、しめじのコリッとした食感が絡んでお箸が進む。レタスとしめじのうまみ、それから中華のコクが溶け込んだスープも絶品で、具材としっかり絡めればご飯にもぴったりの味わい。レンジで作れて包丁いらず、高タンパクで野菜もいっぱい食べられて、これは食べてダイエットに成功すれば笑顔のみずみずしさ、それがレタスに負けてないよと言ってもらえる一品に仕上がっているので、ぜひ作ってみてください。今回のレシピのポイントです。というわけでレンジで作れて簡単、包丁いらずで太らない痩せおかず、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。